今回は徳島中央自動車教習所ワンデイライディングスクールのお知らせです。今日は本当はバイクの走行の動画を運転の動画を撮影する予定だったんですけど、今週ずっと雨でして、ちょっとバイクの撮影ができないということで、まあ、お知らせの動画となります。今年2024年ライディングスクール第1回が4月13日ですね。何度かねお知らせもしてますが、たくさんの参加者の申し込みが来てます。で、定員の30名まであと4人となりました。だから26名ですかね、参加の申し込みが来てます。あと4名枠がありますので、ご希望の方はぜひ連絡ください。徳島中央自動車教習所まで電話で申し込みの方をお願いします。で、こちらですね、4月13日土曜日となってます。で、この4月13日がですね、春の交通安全運動の週間に入ってます。春の交通安全運動っていうのが4月6日から4月15日までの間、1週間ぐらいですかね、1週間ちょっと交通安全運動の時期ということでですね、今回特別に白バイ隊の方が来てくれることとなってます。白バイ隊と一緒に走れる練習といえばグッドライダーミーティングっていうのがあるんですけど、それ以外でですね、白バイ隊と一緒に走れるイベントってなかなかありませんので、これを機会にですね、白バイの方の技術を見てちょっとでも勉強していただけたらと思います。で、一応予定ではね、白バイが3台来てくれる予定とはなってるんですけど、晴れの時だけです。雨が降ると、ちょっと来てもらえないそうです。晴れだったら3台も白バイが来てくれて、ライディングテクニックを教えてくれたりとか、コーススラロームの前をね先導していただいたりしてもらおうかなと思ってます。あと運転姿勢のコツであったりとか、車両の整備とかね、やっぱり交通安全につながる内容のお話など聞けたらと思ってますので、そのあたり白バイと一緒に練習できるっていう機会がねなかなかありませんので、ぜひとも参加の方してください。定員まであと4名、枠が少なくなってます。で、今回ですね、参加者の名簿を見せてもらいますと、半分県外ですね、ほぼほぼ兵庫県とかが多いようですね。ですので県外の方も気兼ねなくおいでください。ただ距離がありますので、県外の方は来る途中で事故などないようによろしくお願いします。こちらのライディングスクールのお知らせでした。で、映像で流しているのが、これが3年前ですかね、3年前のグッドライダーミーティングの様子ですね。私もね、この頃は参加させていただいて、練習させてもらってます。やっぱり大きいバイク、白バイのバカでかいバイクをこうひらひらと運転する姿をね間近で見れるとすごくいい勉強になります。アクセルの回し具合とかね、ブレーキどのぐらいかけてるのかとか、いろいろ途中でねお聞きする時間もあったりして、すごく刺激になりました。やっぱ白バイ皆さんね憧れてる部分あるかと思います。普段ね行動走ってる時は捕まらないようにとかね、そのぐらいしか考えてない人もいるかもしれないんですけど、素晴らしい技術持ってる方々なので、ぜひ参加してください。